院はのんきにおなり遊ばされて、よくお好きの音楽の会などを遊ばして、風流に暮らしておいでになった。女子も行為も、御在位の時のままに辞しているが、東宮の母君の女子だけは、以前取り立てて、寵愛があったというのではなく、内侍守に蹴落された高級の一人に過ぎなかったが、思いがけぬ幸運に恵まれた結果になって、一人だけ離れて、御所の中の東宮の御在所に辞しているのである。源氏の現在の殿居どころも、やはり昔の切り壺であって、なし壺に東宮は住んでおいでになるのであったから、ご近所であるために、源氏はその御殿とお親しくして、自然東宮のご貢献もするようになった。